さあ音の方はどうでしょうか。で、次の試合やったらそのままベスト4行きますらしい。そういう締め方もね、あるんじゃないですかね。さあ、それではじゃあこちらもジャッジ決めていきましょう。3、2、1、ジャッジ。お、これはこっちなんじゃないですか。4対3ってことですね。 OK。